皆さんこんこにちは小川太郎です、えー、ジェンダーギャップ指数というのがあって、えー、男女の性別によって生じる格差についての、えー、最新の指数ランキングで146か国の調査対象国のうち日本が125位だとまあこれ毎年もうこのくだらない数字まあ最初から言ってももうこれダボス会議の数字ですまあダボス会議ってアホかい,本当いうか世界中欧米のと。 とにかくこの社会思想や政治経済本当に欧米の皆さんねいい加減にしてくれよと。どこまで人類をガチャガチャかき混ぜたら気が済むんだと。まあ世界中にキリスト教ですよ。そのまあ要するに虐殺を繰り返しながらキリスト教を強制して歩いてたなそして世界中の言語文化をどれだけ破滅させて植民地にしてたな。 で、今度はまあ、フランス革命以後、革命もう余計なことすんなよ。革命は自分たちだけで殺しはやっといいんだ。世界中に何人権人権いらない。なぜそれぞれの社会が、それぞれの社会の中で人間の権利、権利というか人間の関係性というものを構築して人類はやってきてる。どうしてここまで統一基準で支配をしたがるんだ、白人の諸君は。 もういい加減にしてくれよと一連のもうフェミニズムから人権から LGBT から私はねヨーロッパの音楽も文学も非常に好きですよしかしね基本的にその自分たちが正義と支配というものをもう自分たちのこの手に握っているというこの頭のどうかしている全く根拠のない 強制的なイデオロギーや暴力による世界の蹂躙というものはもういい加減白人諸君はやめていただきたいということを強く言いたいね本当に。ジェンダーギャップ指数というのは全てばかげてるんですがね、えー、まあ実感としてすぐ分かりますでしょ 要するに日本世界に190カ国があるその中で146カ国をこの調査対象してんだけど日本の分野ごとの順位がですよ経済の格差が123位なんだって男女の。で教育が47位と健康が59位政治が138位だと。でまあ大いに結構だけどね、まあ、政治や経済の側において例えば男女の。 えー、雇用機会の均等性要するに管理職比率が低いんだということだとそれから政治家の比率が女性の比率が低いんだということで、えー、その経済や政治の順位が非常に下がってるんだとまあだから全体の数字が非常に低くなってるとまあまあ結構だけどね言いたいように言っとけよって話なのこんなのだけど教育が47位とかね健康が59位で笑っちゃうよね日本のね。 世界において日本の男女の健康格差というのは59位とまあ非常に悪い数字でしょこれじゃあ健康分野っていうのはね平均寿命の男女差だといや女の方がずっと長生きしてんじゃないってことはですよ平均寿命の男女差が日本も10歳近いです10歳近く女性が長生きしてるとそれでも 健康において日本の他にあんまりあのあれないんですよあの医療とか詳しく見てるわけじゃないからね日本に世界中から日本に医療を受けに来てますよその日本においてですよ男性は医療を受けられるけど女性が医療を受けられないって皆さんの周りであります私の周りで全くないよそんなのじゃあなんで日本の健康において男女格差が59人までになってなったら俺男女の平均寿命の において男性と女性のまあ言ってみれば差が大きければ大きいほど男女の間の要するにどこの国でも女性の方が長生きする基本的にはそしたら男女の差が空いてれば空いてるほどこれ格差が、えー、少ない社会だと要するにそういうことじゃないのそれだったら他に何か記事はあるんですかねあったら教えていただきたいと私そこまで調べてないの。 で教育においておける格差と男女の教育格差とまあ日本において教育格差において重要なのは、えー、この数十年徐々に進行しているのは貧富の差でしょじゃあ政治や経済においてどういう指標かと経済においては、えー、労働参加率専業主婦が多ければ多いほどその国は男女格差があるとこんなに専業主婦を侮辱する話あんのかねそれから管理職の男女比と私日本で多くの女性 知ってますけど、管理職を目指したい人の率自体が少ないんですよ。なぜって人生設計は、なんでみんなが会社に勤めて管理職になるのが価値が高いと思い込んでる、この傲慢さはどっから来るんだね。そんな人生がいいのかよ。じゃあ、管理職や政治家にみんながなっていくと。今日本でもしきりにやってるね。管理職ってそんな素晴らしいんですか政治参加ってそんなに素晴らしいんですか 私は政治も管理職も全く関係ない世界の方がよっぽど人間の人生が充実するという世界観はいくらでもあるはずだと思うけどね。というかそういう人生を自由に選べない社会が要するに企業における金儲けそして会社で出世競争そして政治的な権利の主張 こういうこと以外は人生の価値を認めないというとんでもない暴力的で単純で粗暴で間抜けなイデオロギーですよ違うんですかそもそもねこういう男女格差要するにすべてそうなんです LGBT もそうなんですけど当事者の幸福不幸ということについての観念がなさすぎるんですよいや 管理職にならないけど、そんな世界私たちいらないよねって日本の女性たち若い、たくさん言ってると。そしたらね、こういう人たちは何て言うのあなたたちは不幸だねと。と管理職として出世していくという、そういう人生に目覚めてない、迷惘な、要するに劣った人間だねと。目覚めさせてあげようと。啓蒙思想と。エンライトンメントと。いらんわ、そんなエンライトンメントは。 エンライトメント。エンライトという言葉がある。これね、門を開くって意味なんだけどね。辞書で調べていくと、うん、仏教の悟りもエンライトメントになるんだよ。仏教の悟りとね、管理職やね、政治的人権に目覚めていくのを同じエンライトにしてる段階で、 欧米の諸君は人類の思想というものについて一から勉強し直しなさいという話ですよ。ブッダの悟りと人権は正反対ですよ。人権というのは自我の、自我の別名です。自我とはエゴのことですよ。エゴに権利という名前を与えるというのが人権です。どんなに美辞礼句を使ったってそういうことだが、仏教のエンライドメントというのは、この世というものの自我を含めて、 自我を含めてそれが名でであるということを悟るとととといいうううここを悟しょ自我が空であると私たちが社会関係だ権利だ自我だといっているものは全て縁起から生じた妄想であるとまあブッダの思想というのは基本的にそういうもんだそうこれ正反対のものをエンライトメントと言っているこの辺りでねグローバルな社会になったんだったらもう一回ですよその イデオロギーや思想というものについての一番基本的な認識部分を整理し直した方がいいよ。で、ジェ,ジェンダーギャップ質についてね、日本人から見て結構少子先万だと思うのは、要するに、この報道とかを見るとですね、まあ、1位アイスランド、2位ノルウェー、えー、3位フィ,フィンランド、4位ニュージーランド、えー、5位スウェーデンと、それでドイツと6位が。まあ、ここまで全部ね、まあ、北欧ですよ、基本的に。えー、アーリア系。 でニカラグはナビビアナほんでまたリトアニアベルギーイギリスとで十でこの辺りからね日本の報道を見てもね今のはベルギーが10位なのそこまでは、えー、結構出てくるんだけど今度はね15位イギリスと18位スペインとこれ日本、えー、テレビかな、えー、何でも一緒なんで別にどこでも30位カナダとで40位がフランスと。 で、米国が43位だと。で、イタリアが79位で。ね。韓国が105位。中国が107位。そして日本が125位と。こういう恣意的な数字を上げてくる。125位の日本の前には、124カ国あるんだで。お、今、北欧や欧米ばっかりやん。そして中国と韓国も、我が国よりは上にいると。いやいや、我が国、日本よりも上位の国がですよ。まあもう、 1六位十2位ルワンダ、えー、もう虐殺でですね男性の、えー、3割2割が虐殺されていない、ね、女性に比べて男性の人口比率が65%とか80%だその国が男女格差が12位だと先進国なんだってさフィリピン16位とでこれどなたかが論評で書いてたけど要するに。 同族で政治を支配していると同族で政治支配すると親戚一同が政治的養殖につくから女性比率が上がっちゃうとそれで16位だと、まあ、19位モルドバ20位南アフリカと、ね、そしてまだスイスエスタニアデ,デンマークという北欧系がいますけれども、まあじゃえー、24位ジャマイカ、えー、そして27位チリ えー、31位バルバドス33位メキシコ35位ブルンジ、えー、37位カーボベルデ一般の報道されないものをあえて言ってるんですよ41位ベラルーシ42位コロンビア45位ジ,ジンバブエ48位タンザニア52位スリナム53位ホンジュラス54位ラオス 大変な貧困国がたくさん入ってくる、上位に。それ貧困だから格差が生じようがないと。これ冗談ですかそんな数字出してきて。恥ずかしくないのかなこんな仕様。統計学やなんかの色派から、要するに社会学、社会学的な事象だね。統計で処理する場合の常識とコモンセンスというものを一から勉強して指標を作り直してきなさいって話じゃないんですかこんなの。じゃあ 誰かね、女性で日本で125位、こんなにもうせ後進国で恥ずかしいと。もっと女性が生きやすい社会を作るべきだ。じゃあ、行ってきたらいいじゃん、ジンバブエに。45位だよ。ルワンダ12位だからルワンダに行ってきたらもうみんな大量に移住したらいいでしょう。もっと住みやすい国に、格差が少ない国に日本の女性、みんな行ったらどうですか思い出すことがありますよ。昭和20年代から30年代。 北朝鮮は地上の楽園だともう日本の左系のアカデミズムからないから北朝鮮は地上の楽園だと毛沢東は救世主だと人類のもうイエス・キリスト並みに崇拝されてたからねそれでもうああいうねもう北朝鮮や中国に移り住むことが人間としてねこんな恥ずかしい後進国日本よりずっといいと真に受けて北朝鮮行っちゃった人も結構いるんですよ。 日本のアカデミーシャンで誰か責任取った人いるんですかずっとやってる。まだやってる。125位と。日本は125位だと。じゃあもうこれでツアー募ってね、日本より男女格差の少ないという指標が出てる国に集団で移住するというキャンペーンを張ったらどうですかそしてどんな目に遭ってくるか。その移住した人たち、レポートを出してもらったら大変な、それこそ大変な啓蒙になるよ。エンライトンメントだよ、これが。 もうね、こうこの50年の欧米のね知識社会の落ち方だったらもうひどいもんだよこれをねその世界中にばらまいているまあどんなウイルスよりも私から見たら恐ろしい害毒ですよその害毒の解毒としての論語を毎回読んでますがまあこの落差に驚くね <laughs> えー、異性第2の19愛好を問うていわく老の国の愛好が問うたという何をなせばすなわち民伏せんこうし答えていわく直木を挙げてこれを「曲がれる」に置けばすなわち民伏す曲がれるを挙げてこれを直木に置けばすなわち民復せずとまあなかなか単純な、えー、いつもと同じ単純な答えだけどもこれは実現がなかなかできない答えでもあるんですな。 アイコという名前がついてるんでまあ哀れむべしということでまあ明君じゃなくて杏君だったんですなでその、えー、大変炉、えー、の国が治まらなかったんでで、えー、どうしたら、えー、民が服して、えー、それこそ穏やかな安定した、えー、政権運営ができるのかとこう尋ねたで孔子が答えておっしゃったようにはこうだと「正直者を登用しなさいと」とそしてこれを 不正な人間の上に置けば、谷が、人民は振幅すると、国は収まります。不正な人間を登用して、これをこの下に正直者を置けば、正直な人間、正義の人を置けば、民主は納得しない、国民は納得しないよと。そうだよね。正義の人間を上に置いて、曲が曲がった人、不正があったり、まあ不正いろいろありますよ。この不正な人を 下に置いて、えー、正しい人に権力を与えれば民は復するとその通りだが今この瞬間の日本に至るまで、えー、<laughs> 失礼 <laughs> 霞が関から日本の政治家の世界から、えー、そ,れぞれの国それぞれの企業から言論界からなかなか正しい人が上にいて曲がれる人の上に権力を置くということは そんなに簡単にできるもんじゃないですよね。つまりやれそうでやれないことの典型です。えー、不正にもいろいろあります。経済的な、えー、着服や詐欺やあるいは、えー、その手の、えー、不正な金儲け、えー、権力の不正な行使、えー、そして、えー、人間をこう人事の上で非常に不正な人もいる。そして、えー 本当に曲がれると心が曲がった人要するにどうしようもないま、えー、っすぐにものを見ることができなくてもう自分の中の眼鏡そのものが歪んじゃってるような人も、えー、どうしてもいてそういう人が上に立つとですね非常に会社な,なり何な,なりも、えー、組織が乱れますよねで、えー、一度上につけると直樹を上げるということで一度上の地につけるということは非常に重括大なわけですでこういうことで <laughs> 不正な人を登用 <coughs> してしまうと、えー、なかなか、えー、民が、えー、落ち着いてこの暮らす世の中ができないと、えー、今に至るまで、えー、上に立った者の人材登用ということは、えー、これは別に愛好に限らずですね今皆さんの中にも、えー、人,事を人事権を持っている方もこれを視聴者にも結構いらっしゃると思います。人、えー、人事権を持った人間が 直樹を挙げて「曲がれる」の上に置くということがだまされますからねみんな直樹人の顔ふりをして、えー、上司に近づいてきたり人に接触するわけだから、えー、人を、えー、見る目を養うとこれも論,論語で何度も出てきましたよね人を見る目を養うとしかしこれがいかに難しいかということに尽きるのではないでしょうか。ありがとうございました